あいみょんちゃん、あれ、お友達いるの？うん。お友達、ほら、前来たでしょ？小林さん。ね、知ってるよね、みんな。小林さん来るって聞くから、みんな。本当小林さん来てくれてる。うん。みんなよく聞くもんね。あ、うさまるちゃん、ごめんね。コメント、うるちゃん。よしえさん、こんにちはって。うるちゃんもいつもありがとうございます。イベント盛り上げ隊さん、おもちさん、こう、ありがとうございます。おてもさん、慎吾の顔、サムネにしてる人、変なのばかりって。あいみょんちゃん、小林さん、こんにちはって言ってる。こんにちは。聞こえた？あいみょんちゃん。小林さんが、こんにちはって言ってますよ。はい。おてもさんが、小林さん人気だ。人気って言ってますよ。うん、私ね、元気じゃない。元気じゃないんだって、小林さん。足が痛って。足が痛いんだって。うん。ブッキーちゃん、おもちさん、こう、聞こえたって、はやとんぼさんが。うん。秋永さん、小林さん、お顔見せてだって。ダメだね。ここ入れれば見えるんだ。歯はガクガク。出ない。出ない。出ないんだって、歯がガクンガクンで。ちょっと、うん。いかりちゃん、小林さんおいくつですかって。まだね、9つ。まだ9つだって。うん、9つ。うん、そう。うん。夜ちゃんが大好きだって。ありがとうございます。小林さん、足をマッサージしましょうかって。おてもさんが。ね。うん。面白いでしょ。ヒールと痛くなってくるんですよ。そうな、痛いよね。うん、痛い。うん。あいみょんちゃんが若いって。うん、9つじゃ若い。夜、それ、好きですって。うん、鏡餅、ありがとうございます。え、いかりちゃんが、小林さん、彼氏いますかって。いますかって聞いてる。え、彼氏いないよ。彼氏いないんだって。うん。吉江マンマ。うん。あ、夜ちゃん。うん。小林さん、吉江さんのことをよろしくお願いしますだって。こっちはこっちよろしくだよね。ね、なっちゃんが吉江さん、私の母親と同じ年。あ、そうなの。うん。お母さんとね、75代ね。そうなの。お母さん大事にしてくださいね、なっちゃんね。うん、ありがとうね、なっちゃんね。うん。あいみょんちゃん、何？うん、なんてか、肉。何に食ったの？あ、腹かな？すんご。よく見えない字が。うん。すんごね。うん。ありがとう。七瀬のイベント盛り上げたいさん。お餅3個。ありがとう。あいみょんちゃん、小林さん、旦那さんはって言ってる。旦那さん、あの世行っちゃった。あの世行っちゃったんだって。うん。小林さん。うん。あいみょんちゃん。ね。小林さん、付き合ってくださいだって。それはダメ。それはダメだって。それはダメだって、おてもさん。うん。みなちゃん、寒くなると足が痛くなるので、お大事にねって。ありがとうね。ね。夜さんが、小林さん、今の若者にお言葉ありがとうございますって。いや、皆さん、みんないい人ばいだからいいよ。うん、いい人だよね。うん、あいみょんちゃん、ごめんね。コメント読めなかった。れいかちゃん、よしえさん、こんにちは。小林さん来てるんですねって。はい、そうです。れいかちゃん。はい。いつもありがとうね。なっちゃん、お大事にしますって。ね。おてぼさん、小林さん、ふわっちやりませんかって。ふわっち、これをやりませんかって。それはダメだ。自分で。それはダメだ。それはダメだって。うん。せがれに怒られる。せがれに怒られるって。うん。ふわっちやったら。うん。おてぼさん。うん。七瀬のイベント盛り上げ隊さん、お餅3個、ありがとうございます。七瀬のイベント盛り上げ隊さん、お餅3個、ありがとう。うん、おてぼさん、笑うたって、笑うた。
七瀬のイベント盛り上げ隊さん、小林さんはいつからのどんなお知り合いですかって。ここ来てからだよな。うん、来てからね。ここ来ても十何年になるんだから、それからだよね。そうだよね、引っ越してね、新しい家建って、うん、近くにねお家建ったんですよ。はい、そう、小林さんの卯の花おいしいと私たちに見せてくれましたって。私もらって食べてね、うん、みんなに見せたわ。お腹はこう上手できててね、甘くていろいろね、うん、野菜も入ってて、あのあとはあのなんだっけあれほら、あのこんにゃくの血、うん、ね、丸も入ってたよね、糸こんにゃく、糸こんにゃくやっぱ細こちっているじゃん。そうそうそう、みんなにこうね、何食べたつか、今いただいたの食べてますってこう食べながら見せた。そうしたらね、ありがとう。夜ちゃん、僕、デイサービス行きたいって。そう、小林さんの得意料理はって。何でも得意だよ。何でも得意だって。何でも得意だ。田舎料理はね。田舎料理は得意だって。うん。ね。うん、天さん、よしえさん、あら、消えちゃった。夜さん、あら、みんな消えちゃう。コメントがね、すごいのよ。うん、いっぱいだから。うん、さすがおばあちゃんだって。何でも得意だって。さて、田舎だものね、今の流行りのさ、料理作れんだって、私は作れねえよ。うん。ね、材を集めるに大変だもの。そうだよね。うん、七瀬のイベント盛り上げたいさん、おもちさんこ、イベント盛り上げたいさん、おもちさんこ、イベント盛り上げたいさん、おもちさんこ。こちらは、おてぼさん。この顔だから小林さんにね、せがれにしてくれたらね、断られたってね、 この顔だからなって自分で言って面白いねだってそれがし、ね、顔より本当は気持ちなんだよ誰でも。うん、顔よりも気持ちだそうですよ。小林さんが言ってますよ。顔じゃなくて気持ちだって。ね、気持ちが良ければね、誰だって好かれるや。やっぱり根座りさえ持たせばダメさ、人間なんて。そりゃそうだいね。うん、やっぱり、ね、優しいのが一番。うん、そりゃそうですよね。なんぼ顔きれいでも居座りして持たせるのがダメだでね。そりゃそうだよ。小林さんの声がこう入ってるから、みんなが喜んでるんだよ、喜んでる。だからね、顔が少々悪くても気持ちが良ければ、あんた誰にでもすがれるよ。そりゃそうだよね。うん、イベント、七瀬の方、おもちさん、こう、ひろぴちゃん、つぼった、ケツさん、笑うたって、笑ったって、リオちゃん、こんにちは、初コメの方。ありがとうございます。初コメの方、よろしかったらナイス、ナイス。ああ、増えてるね。ありがとうございます。ナイスも押していただきました。リオンちゃん、ありがとうございます。あいみょんちゃん、小林さんにアイコン見せてほしいって。これ見せてほしいって。いいよ、いいよ、見せなくたって。うん？俺、私の顔もずるんだから、いいよ、いいよ。これがカメラだからね。これがカメラ。だからさ。うん。だからね。ここにすれば映る。うん、いいの、いらなくも、こんな美人がさ、なお美人になるからこんな美人がね、なお美人になるって小林さん言ってます。はい、ね、うん、でも身柄の人はあんたみんな気持ちいいんだけどな。そう、あ、そうだよね、うん、あ、小林さん盛り上げ上手だって。こう人をこう盛り上げるのが上手だってこう何が上手だね。こんな顔をもっと美人になる、美人見せちゃってたらね、うん、こう人を盛り上げるのが上手だって褒めてる。ああ、イケメンって。おてぼさんね、慎吾の顔なんだよ。慎吾になってる顔が。うん。うん、慎吾の顔で、あの、僕も子供にしてくれ。この顔じゃあなって思ってもさ、
ついこの顔なんだよこれ。そのね、人間なんて顔顔って言うかもしれんも、顔より気持ちだよ。そりゃそうだよね、うん、気持ちが悪ければみんなに嫌われるす。そう、そりゃそうだよね、うん、気持ちが良ければ人はついてくるよ。そうだよね、頑張って、うん、頑張ってってリオちゃんナイスをしましたって、ありがとう。お手本さん、小林さんって松島奈々子をイメージしてますって、すごい女優さんを夢にしイメージだあるんだって。顔見ないけど松島奈々子って、うん、よく言うね皆さん面白いんだよ、うん、いや本人。小林さん AKB、 AKB、うん、小林さん配信したらいいのにって、もうすねすねすね、せがれに怒られるせがれに怒られちゃうって。うん、たった一人後に捨てられたらどうにもならない。うん、たった一人でね、捨てられたらどうにもならない。子供何人でもいるがんでもたった一人後なんだから、ね、うん、マキちゃん風船3個ありがとう。マキちゃん、あ、お餅だ、お餅3個、私も頭おかしくなっておもちさん、こありがとうございます。ゆうじゅうちゃんもね、お父さんの介護昨日お聞きしたけど、偉いね、ゆうじゅうちゃんもね、うん、頑張ってるんだね、うん、ゆうじゅうちゃんね、昨日お話ししてくれたけどね、うん、介護は楽そうで楽ね、お父さんの介護してるんだって、うん、ゆうじゅうちゃん偉いよね、うん、私も介護は何人もしたけど、この本当につらいで。つらいよね、うん、それもそれをね、病人はそれ以上つらいんだから、うん、あ、そうだね、病人はそれ以上、うん、それ以上つらいんだから、悪い顔見せちゃダメ。そうだね、うん、その通りだよね、うん、病人の方がもっとつらいからね、わ、うん、かる、ね、うん、小林さんわかる、うん、本当、ね、病人も大事にしなくちゃダメ。本当だよね、うん、優秀ちゃんも偉い、お父さんの介護してるね、うん。おてぼさんがおばあちゃん大好きって、おばあちゃん二人じゃんけおばあちゃん二人じゃんけって、おてぼさん、私のことはね、うん、ママって言うんだよね。顔がシンゴな、シンゴの顔で出てる、うん、シンゴの顔、うん、だから私のことはママって言うんだよ、うんうん、シンゴの顔になってる、こっちが、うん、こういう顔を作れるんだいね。へえ。うん。信号の顔なんだよ。うん。あるるるる。あるるるる。あ、そういう踊りもしてるもんね。これは踊りしてんの。うん。あるるるる。あるるるる。ナイスを押してくれ。押したら消さないでね。ね。ナイスが足んねー、足んねー、ほんとみんなが押してくれる、うん、ほんとほらね、1ナイス、うん、あー増えてきました、441ナイス。だっていろんな人してるよ、これ見ると終わるとね、ポッて違う人を見るんですよ。ほんとね、みんな一生懸命やってる、綺麗に化粧してね、うん、こんなでっかいおっぱい出してる人もいる。だけどそういう人を抜いて私1位なんですよ、うん、いやそんなことさ、てつらねえ、ぴちゃんこでおられた感じにぴちゃんこの方が一番いいんだよ。そうだね、邪魔ならねえで。そう、邪魔おっぱいぺちゃんこのが邪魔ならなくていいって、小林さんね、他の方でね配信しててね、結構おっぱいこう出してる人いますよね、こんなんでね、うん、あら、まこちゃんが楽しいね、古本だって言ってる。楽しいねって。うん、おてぼさん、ママもでっかいバイバイだぞ。私のことを、私は太ってるだけで、あれだよ、パイパイでかくないよ、おてぼちゃん。私がぴっちゃんだで。あ、そう。ぴっちゃんだ、腹もぴっちゃんだ、みんなぴっちゃんだ。あの、腹がね、いくらか。体重ちょっと太ったね、この間測ってもらったら、うん、今頃になると寒くなるね、うん、俺も言ってたって、仏様ご飯あけのバタまた、あ、そうなん、うん、これ焦げ、あの白菜のつけたかんたけしたのもあんた、あらわねで持ってきたんだから、あんた食べるときあらへんなよ、あ、
あ、悪いね。皮だのいろいろ入ってるから。あ、そうなん、悪いよね。ねえ、あら、美味しそうだね。私あのさ、でも歯悪いから、ほらその前に噛ん食べてから。これね、体にいいんだってよ。ヒアルロン酸っていうのが取れんだって。こういうのを食べられる、ちょっと食べてみな。私ね、これね、ヒアルロン酸っていうんでね、あの足にいいんだって。あのこうオイル、これこれ一つ食べてみな、食べられるか。食べてみな。あのグズグズってやる。だから買ってるんだけどさ、食べてみな。あ、飴じゃねえ、きな粉みたいな、うん、柔らかいの、甘いのね、食べられるから。はね、でも舐めてれば、うん、溶けちゃうでしょ、溶けちゃうでしょ。うん、一つやるよこれ。うん、いいよ、うん、だってほら、私今開けた、これ今開けたとこ、うん、ヒラルソンでいいんだってよ、うん、足に、うん、こういうのね、2つ入ってんだよ。で今1つ開けてみた、うん、あんたどこで頼むん？これはね、栃木のね、あのほらお菓子、いつも栃木頼むんだけど、あのなんつうの、麦酵母、体にいいってやつ、うん、あそこで頼むいつも。こうやったら食べられるでしょ。新しいやるか。今開けた場合、これ持って食べなよ。食べなよ。これだらぐぐぐ。あんたが食べればいいじゃん。ある。もう一袋あるんだよ。新しいやろうか。か、いや、持ってくるよ。待ってて。ちょっと待って。あんたこれやってるのに食べることねえんだよ。大丈夫、大丈夫。ちょっと皆さん待っててね。ありがとうね。ちょっと待ってね。みんな待っててくれるから大丈夫よ。いつももらってばっかりって悪いからさ、小林さん食べるもんあんまりあれだからさ、これだったらグズグズってなるからさ、大丈夫だよ。意外とこう溶けるね。そう、溶けるからね、うん、ほんでね、ヒアルロン酸っていうのがあるんだって。あんた何でスナビでそれが通るの？わつな、あのね、グルコサミンだ。グルコサミンって足にいいんだよね。うん、うん、だからね、あのそこに書いてあったからさ、じゃあ取ってみようかなと思ってね。あれなんだけど、なんだか知らないけど、今電話してもさっぱり、なんだか、わけのわからないことで、あ、こんな感じは俺にはダメだわいと思うんだよな。ええ、だね。スカートでこぼしたよ、うん、誰かしたような気するんだけど。本当はここに落としたな。落とした？いたずらじゃな、勘弁な。またこの昼間なんかいたずらね、苦して寝ろが。いねえやね、普通はね。うん、夜ならまたさ。いねえと思うよ、私も。じゃあ気のせいかな、小橋さん。うん、まず俺も行ってまた来る。はい、そうだね。うん、はい。皆さんよろしく。はい、あ、小橋さん、皆さんよろしくって。はい、どうも。ね、私は戻っていきます、うん、どうぞどうぞ、うん、ありがとうね。いやいや、うん、ありがてけど、うん、ありがとう、うん、食べてよ、美味しかったよ。だからおからほらいろいろ入るからね。そう、あのあそこにあってね、こんにゃくも入っててうまかった。糸こんにゃくばこんにゃく散ってさ。そう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 、美味しかったよ。ありがとうございました。おいつくもね、うん、まんまるちゃんが小林さんまたねって言ってる。はいはい、またね。またねって言ってますよ。はい、うん。りえちゃんも。はい、さくらちゃんもみんな言ってるよ。さくらちゃんも、小林さんお気をつけて帰ってねって。すぐ前だから大丈夫よ。ね、みんな言ってる。はいはい、どうもごちそうさまでした。悪いね。いやいや、みんないい人だね。うん、いい人だよ。うん、りえちゃん、小林さんありがとうって言って、ね、みんな気をつけてね、帰ってねって言ってる。花咲きだから ね、 ね、どうも皆さんもう気をつけてね。あ、ねみんないい人ばっかりだよ、うん、うん。